レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアスエイトドゥア、アクアスエイト、合わせてください、68。そこで説明会。皆さんこんばんは。はい、この番組は栃木県那須塩原市疎水スクエアアクアスにありますスタジオアクアスからお送りしております。木曜日8時は木8、担当は私アッコと、はい、 DJ トムです。そして技術のマコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてね、今日のゲストの方は、はい、ねえ、ねえ、ミスター那須の大地をお二人お呼びしました。はい、ミスったじゃないよ。ミスった。紹介してよ、ね、はい。もうずっとね、那須野の大地スペシャルということでやってまいりましたけれども、今日最終回じゃないですか。今日は最終回ということで、ね、お父さん役の工作役、阿久津誠さんです。はい、よろしくお願いします。します。はい、そして、こちらは伊集院役、はい、はい、大石力さん役、はい、で、権之助さんでよろしいですかね。そうですね、はい、権之助さんです。他の曜日でね、そういう名前で出てます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日の何の日、今日は何の日でしたね、最初からもう、はい、今日はですね、青函連絡船が70万航海を達成した日で、昭和61年のことになります。もう青函連絡船あたりはね、権之助さんに、権之助さんに言うんだよ、たぶんたぶん、権之助さんにね、もう話してもらっていくらでもネタあると思うんですけど、これ止まらなくなっちゃうんだよ。ね、これすごいね、やっぱりいろいろネタは多いね、あれなんですよね。で、明治41年に帝国鉄道庁が運行を開始してからですね、昭和20年にアメリカ軍の空襲で破滅状態になったり、あと昭和29年に、東山丸事故っていうので1430名が犠牲になるっていう大きな事故なんかも、まあ、あったんですけれども、まあ、すごくそのやっぱりね、北海道に渡るっていうことで夢と希望がある、まあ、連絡船として、80年間、はい、働いてきました。それで先日も紹介しましたけれども、昭和39年の東京オリンピックの時の聖火、これも実は青函連絡船で津軽海峡を渡ったという、ことがあります。で、残念なことにですね、その昭和39年にお別れのテープ、うんうん、あれで事故がありまして、その事故をきっかけに、お別れのテープが禁止されていましたけれども、これが運行が終わってしまう63年に四半世紀ぶりにとなってますけれども、別れのテープ使ってもいいだろうということになりまして、まあ63年、まあ最後の頃なんですけれども、私この頃ね、5、6回かな、最初夏に行ったんですよ。でもこれはもう絶対雪の降る季節乗んなきゃダメだって思いましてね、冬に行ったりなんか、もう61、2、3年で5、6回ぐらい乗りたかな。で、まあね、青函トンネルが開通して、まあバトンタッチするわけですけども、その青函トンネルの話、計画がずっとあったんですけども、先ほどご紹介した東山丸事故、あれがあって、もうこれはトンネル作るしかないだろうっていうふうに、あれがまあきっかけとなったそうです。青函トンネルは青函トンネル、また難航してね、はい、ね、はい、あと続きは水曜日で、クラスキャップというのは暇になっちゃう、すいません。いや、でもこれ青函連絡船はネタ多いですもんね。懐かしいよね、うん、あれがこうね、あれ線路の一部って見られてるんですよね、あれね。そうだね。こう電車がそのままガーって乗って、そのまま行って、その下ろすから、あれって線路の一部としてもっていう話やめときましょう。続きは水曜日で。那須野の大地パート1。
はい、それでは改めてゲストさんのご紹介をお願いいたします。はい、じゃああれかな、一応自己紹介でどんな役柄だったかね、ゴンノスケさんから。はい、はい、私水曜日でね、いつも皆さんのね、はい、前に登場しております、まあゴンノスケなんですけれども、はい、私は今年夏のデッジ3回目出演したんですけれども、はい、最初は移住人イという移住人役だったんですけれども、はい、次の年、去年からですかね、名前がつきまして、はい、大石力という名前をいただきまして、それで2回やったんです。それは誰つけたんですか？これは先生がつけてくださって、大石力っていうのは実は大石蔵之介の息子が、そうだね、大石力という名前、非常にゆかりのある名前をつけてくれたなと思うんですけど、はい、それ役をやりました。移住人っていうことでね、どういう役かって多分見てた方は女は黙ってるの力さんって言った方が多分私結構 ね、皆さんで名台詞って言ってくれた方も多くて、トムさんがイートチギで動画つけといてくれたのと、もう一人全然関係ない方がご覧になってくださって、それはゴンノスケさんの名台詞健在って書いてある。だけど一つちょっとレディオアーカース側からちょっと一言言わせてもらっていい？はい、先々週配信中に、はい、マイクに向かって大きな声で女は黙ってろって怒鳴ったじゃないですか。あの後ねミキサー調子悪くなっちゃってこれ修理に出したんですけど、多分修理代はゴンノスケさんの方に行くと思いますのでお願いします。見事に音笑ってましたね。割れるよあれは。すいませんミキサー壊し、そのぐらいの事故ならね、そのぐらいの事故ならお安いご用だね。じゃあ靴さんの方ですね、これが最後の出演。いやいや、今年は最後の出演。劇団ナスの鶴見浩作役をやっております。阿久津誠と言います。事務局長というのもやっておりまして、その他諸々と石井君の面倒以外は見てるというところであります。見に来てくださった方、今年度は大変ありがとうございました。はいね。さんはもうね、初年度からだから12年目ということで ね、 そうですね、ずっとお父さん役ね、赤さんとしてですね、はい、はい、っていうかもうずっと同じね、お父さん役として高作さん役、ね、それしかできないからね。いや、そんなことはないと思いますけど、高作さんをやれる方がやっぱりね、なかなかね、之助さんをやれる人もいないよ。これだけ多分、南先生の40何年の演出人生の中でこれほどの人はいなかったと思いますね。人の話は聞かない。ここに立ちなさいよって言ってそこに立ったことは一度もない。我が道を行くみたいな感じでね。っていうかアッコさん、何潤んでんですか？泣くの？いや、こう何でも嬉しかったり、話がね、楽しいと涙が出ちゃう。ね、小道具もやったんだよね、少しね。小道具もやったんだよね。ああ、まあ、そうですね。小道具さんのお手伝いっていうのはね。中出番がないので、なかなか転換とかね、そういう方に。スタッフの密かな喜びに目覚めて。ね、小野助さん、ちょっと役違うけどさ、リンバーにちょっともう泣かねえって言ったべってちょっと言ってみてください。私もそうですか？もちろん。こんなは黙ってるのに言ってね。もう泣かねえって言ったべ。可愛くないから。きつねえだろ。こんなは黙ってるというセリフはあそこだけ浮いちゃうんですよ。周りとのこう協調性のないセリフで、目立つね、頑張ってくれるのがいいんだけどね。本当に決して嫌いなわけじゃない。リスナーの皆さん、私はゴンノスケさんが嫌いではあります。ただついていけないだけで。なるほど。お芝居って
前の人と後ろの人を見ると、こう後ろの人がこうずらすんですよ、見えるようにね。で、私あの打ち壊しの時に台の上に登ってこうクワを持つと、なぜか被るんですね。今年は大石力さん、今年は被らないように、被らないように今年は本当にもう今年はね、あの疎開させたんです。疎開ですから。で、こうまた被っちゃうなと思ってくると、またずっと動いてくるんです。なんかその他にも当日のなんていうんだろう、こう劇中の裏話っていうかね、客席からじゃ分かんないようなお話とかってありますか？なかったですか？ほら第8車が夜の公演の時にコトッと落ちるシーンがあって、あの時は本当に、ね、舞台袖私見てたんですけど、みんなあの唖然としてね、こうやって本当は自分が言おうかなっていうセリフを取るでしょ。ね、そのネタちょっと私はそうなんですけど、こっちはこっちであるかなと思ったんですけど ね、あと結構ね、あの舞台とでガサ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 やってるんですけど、ほら蜜が死ぬシーン、ね、あったんですけど、あのシーンって何かシーンとどっちかその死ぬシーンってね、死ぬシーンだけ、死ぬシーンだけ、まあその第八の話は、はい、実は12年、まあ山形の、ね、国民文化祭を入れると12×2、25回公演をしてるんですが、初めてですね、落ちたのがね、うん、とてもびっくりしましたが、まあ劇の流れということで、日頃の筋トレの成果を、すごいですね、またびっくりしましたね。これは阿久津さんじゃないとどうなっていたことかという感じですね。スタッフの方が一番びっくりしてて、まあ、今年ね、愛子は初めてですけども、彼女は、あ、これも演出の一つだと、きっと思っていただろう。びっくりしてなかったしね。あ、そうか、そう思っちゃうと全然驚く場面じゃないんですね。普通ですね。まあ、仮にあれで落ちたとしても、そのまま劇は続き、その、荷がほどければほどけたなりに、そうですね、しょうがないなということで続き、ね、そこからね、ロアちゃんのあれで、夏の音が鳴るに続いていくんだと思うんです。お芝居は何もないところだけれども、筋書きがあるけど筋書きがないという感じですかね。まあ、権之助さんは毎年筋書きのない人生もそうだもんね。まあ、普段ね、練習し稽古とかねしてて、うまくできても本番何が起きるか本当に分からないからね。そうそう、アイコっていうね、8歳の子にしっかりしなよって言われてましたからね、権之助さんね。あの目で言ったの、こんなセリフも言えないのっていう。ああ、なるほど。ああ、そういう目してました、アイコ。何回稲見先生に迷惑かけたら気がするのよって。アイコちゃんね、でもね、本当にまるでほら舞台衣装を着て出てくると、なんかこう、ね、日本昔話に出てくる、そういう子どもみたい、本当に、かわいいね、本当に。愛子ちゃんもね、素晴らしかったですね。そうですね、本当にね。今年はでも、本当に私も含めて3回目っていう人が本当に多かった感想を受けますね。やっぱ高校生なんかも3回目っていう子たちが多かったし、私も3回目でしたしね、その中にはやっぱり今年で3回目っていう人が多かったですし、ある程度やっぱりその、3回目っていう人たちが多かったかなっていう印象はできましたよね。はい、ありがとうございます。レディオアクアス、ココブルーの青色三昧。はい、ということで、はい、先週もね、軽くお伝えいたしましたけれども、今週の土曜日、ココブルーさんがライブをやるということで、もう今週はちょっとね、質問コーナーはなしにして、ちょっと、はい、ライブの宣伝をしてもらいましょう。いよいよ、はい、いよいよっていう感じでね。いよいよ。はい、何を今週の8日、土曜日です。何をしようか、夜の。っていうか何、アッコさん、カンペ見なきゃ喋れないよ。夜のね、7時から、はい、旧黒磯
市のエコガレージ森屋さんの方で、はいはい、ライブが行われます、はい、こちら入場無料なんですけれども、はいはい、ライブということで、なんと DJ トムさんがプロデュースということで、なぜなんだろうねって感じですけどね。なぜ無料なんですか。はい、なぜ無料、うん、まあアマチュアですからね、お金取らないです、ね、一応現金は受け付けてますので。そうですね、はい、現金の方とね、チャリティーライブということにはなってるんですけどね、はい、まあそうですね、まあうん、あとはお店の方でね、軽い飲食のものは、うん、あそうね、販売してますので、はい、これさ、三つが死ぬシーンのさ、裏に流れ出てるさ、稲穂と一緒じゃん。トムさんがこれ作りましたから、ね、この那須野の大地を見てね、もう。そう、今日はトムさんの日だもんね。はい、10月6日。ああ、そう。あトムさん、あそうあ、よかった。あら、そんなネタ仕込んでたとは。ちょっと、縁ネタで、はい。今日はトムさんの日です。トムさんの日だった。はい、記念日が増えました。はい、トムさんプロデュース。なるほどね。はい、もうだいぶもう那須野の大地の影響をね受けていられます。那須野の大地から収穫ということで。内容なんですか、はい、今回の収穫の時は収穫、まあこの時期ですので、うん、時期的に秋ということで、うん、はい、秋のね、収穫物とともに、はい、まあ、自分の人生を、まあ、ちょっとね幼い頃からこう辿っていって、はい、まあね、周りの人たちに感謝をするという意味も入っている。あの、キツネは出ませんよ、キツネは。あ、キツネの格好でいいの。バックダンサーでキツネさんのですか。でも力さんがクワ持って出たら。で、なんかアッコさんが歌ってんのにさ、そこ出てってさ、俺は黙ってろとかって言ってたんでしょ。じゃあ前に渡しますとかって黙ってたら歌えねえからって。こっちがね、やったりしてね。そのクワが折れるところのセリフも言った方がいいんじゃない。ああ、しまったって言うんですか。あそこ頑張ってほしいんだよね、来年はね。あ、なんかいろいろ入ってますけれども、その曲行きましょうか。そうだね、そうですか、はい、これを見ながら、あ、いいですか、すいません、はい、これを見ながらね、顔を隠さないようにね、はい、はい、よ、はい、どうぞ。はい、じゃあ何度もしつこいように歌いますけれども、那須野ヶ原の歌を聴いてください。歩いた。
夏の大地パート2。はい、ということで、なんかね、もうココブルーのコーナーも夏の大地みたいなもんでしたけどね。いつもヒヤヒヤしてるんです。ドキドキなんです、はい、いつもイントロが変わったりするんです。え？そんなことでビクビクするの？いろいろ変えるんでね。そんなはずないです。はい、大丈夫です。よろしいですか？はい。はい、はいってゲストさんに言われちゃった。はい、それでは質問を続けます。劇をやっててですね、普段の生活とかになんか役立ったとか、なんかここって劇団やっててよかったなとかっていう場面もあると思うんですけれども、どうですか？そうですね、私の場合はですね、もともとちょっと喋ったりするときに滑舌がもともと悪かった、いつもはっはっとか聞かせることが多かったんですけど、劇やってるうちそれがなくなってきたので、やっぱり滑舌っていうのがやっぱり良くなったんでしょうね、その喋り方って。それと仕事柄、私無線機を使うんですけども、無線機で喋ると「お前静かに喋れよ」って言われるんですよ。だからでかいんでしょうね、喋るとね。そういうふうにトレーニングされちゃってるんで、それじゃお前無線壊れちゃうだろうとかっていうね、ちょっとね、口こう離してしゃべれとかって言われるようにはなりました、ね。それいいことなのかな。あと、そうです、まあ、これよく他の役者さんも役者さんも言うんですけれども、なぜか他の人のセリフって頭に残るんですよね。だから、長めじゃのーとかってなんか口癖のように言ったり
する時もあるし、けっ何がなんとかだ、何がなんとかだ、バーン引っかかっ て, って覚えてないってことですよね。たまに出ちゃったりするという、いやそれは何がなんとかだ、何がなんとかだって、ね、これいろいろちょっとそこにいろいろ入る部分もあるんで、それ言っちゃうとちょっと問題になっちゃいますけど、もうこの公園近づくとあれですよね、もう人のセリフもみんなこう入ってったりするから、うん、普段の生活でちょっとでもね、なんかセリフにちょっとでも触れるところあると出ちゃいますよね。阿久津さんはちなみに得したことですか、はい、得というか何でしょうね、忍耐力がついたってことですかね。なるほど。いろんな方がいらっしゃるでしょ、うん、だから一筋縄ではいかない。あ、3年前に入った方がやっぱり一筋縄ではいかないんですよ。特に前も話したけどね、はい、人の赤い草履を履いてきてしまったり、そういう人もいらっしゃいましたよね。あとは自分の使った小道具の茶碗を置き忘れて、そこに名台詞のこれしかない打ち壊しだっていうところが茶碗があったりとか、いろいろそういう方をとお付き合いをしていくということで、忍耐力、忍耐力がついたら、おアスカじゃないか、元劇団員の田中アスカさんが お見えになりましたですね。はい、あ元気が、まあこういう ね、なかなか当時彼女も女子高生だったんで、はい、女子高生とお話しできる、一番、そうですね、世代を超えて仲良くできましたね、僕ね、中学生と小学生とかね、そう普段もやっぱり喋ることないんで、子供たちもね、まあ自分みたいなのは、まあ、お父さんとかそういう関係でお母さんとかねあるけど、ゴンノスケさんのようなこう中途半端な立場の人とこう接することってないよね。ですね、うん、逆に言えば私はやっぱり普段から中学生とか高校生とか、うん、まあ私まだほら結婚もしてないし子供もいないっていうのもあるんですけども、劇以外で喋ってたらさ怪しいよね。怪しいそれ、ね、うん、そういういろんな年代の人とね知り合えるとはいいことだよね、うんうん、そんなところがメリットでしょうかね、うん、なんか知らんぷりしてますけど、ね、一員のアッコさんもやっぱり同じような経験あるんじゃないですか。その今ね話出ましたけど、本当に小さい子からね、まあ、ご年配の方までみんな一緒ですからね。いいことあったじゃん。え私いいこと、リンバー、うん、だと、ね、来年あるかどうかわからない身内と出られたんです。そうなんですよね。いやそのね、息子さんの方は衣装を直してる姿なんかはね、美しかったよね、お母さんとしてね。とっても良かったよね。まあ、もう今年はそうですね、なんか特に息子も結構ね、すごく頑張ったし。息子が嫌がらないでね、なかなか高校生で難しい多感な時期にね、これは貴重な体験、財産だよね。息子は帰宅役をやりましたし、狐もね、やりましたし、さらにね、私の弟と、そうだね、一緒の舞台でね、やれたことも良かったなと。そうだね、思い出だよね、うん、今年一番良かったんじゃない。そうですかね、そういう意味ではね、自分的には、うん、役の出来不出来はベストじゃない。それはみんな一緒だから、うんうん、よく去年とどう、今年とどうって言われるけど、それは来てくださったお客様が感じてくれることなんで、うん、一概にいい悪いってことじゃね、ないよね。毎年一生懸命全力だしね。はい、うん、お母さん良かったね、だからなんかですね。そうね、なんか結構全体的にもこう今までよりよく見られたかなっていう全体として。はい。もう一つの質問が、ちょっと時間がないんで、ちょっと手短になっちゃいますけれども、はい、普段のゲストさんも皆さんもう3人でゲストさんで言っちゃいましたね。はい、舞台の上の役と普段の皆さんってなんかこんな風に違うんだよって、なんか面白いギャップのエピソードなどあれば。そうですね、まあ、仮に間違っても女は黙ってるなんて絶対に書かないですよね。言いたくても言えないよな。言いたくても言えないですよね。ね。ですから私も今まで大石力って、うん、私に似た面もあるし、でましてはそうやって時に
やつやった、俺だったらテローみたいな、そういうことを言う、なんていうか、私自身プラスアルファのそういう性格なのかなって思ってやってたんですけど、間違えます劇団員が、はい、この劇団員の方がね、どうも見に来てくださったんですよね、夜ね、はい、ありがとう。アクさんはどうですか？私はですね、はい、あまり変わらないんだと思うんですよ。変わんないんですか？うん、そもそも12年前に謎の大臣を携わった時に、私もともと、まあ、今日もこういうラグビーをしてきた、まあ、ラグビーをしているので、演劇に、まあ、偏見というよりもちょっとギャップを感じてたんですよ。演劇はまさに心の格闘技ですよね。あ、うん、そういう意味ではまあ変わらない。普段はまあ今もう、演劇の時にできなかった筋トレを毎日やり、プロテインを飲みある意味でその脳みそという心のね、筋トレというか格闘技をこう夏の出してるので、精神的なタフになるっていうかね、そういうことは自分に厳しくないと人に厳しく言えないでしょ。そういうところはみんな同じで、自分を律するっていうか、そこはまあそういう意味で同じかなっていうのはありますよね。でもあんなね素敵なお父さんが普段と変わりないんだったらば、奥さんとか子供たち嬉しいでしょうね。お父さんとしてはまあ間違ったってこの嫁のほっぺたなんかこう触って名前なんか呼びませんから、ね。そういう意味では違うかな。ね。ね、アッコさんも3年間こうほっぺたをこう触らせてもらいましたけど、4年間、あ、そっか、よっぽど嫌だったんだろうね。そうですね、そうですねって言ったら、アッコさんは、アッコさんは私、うん、普段うん、まあいろいろ役をね今までやってきましたけれども、今年は特にこう、まあ、りんちゃんのおばあちゃんになった役ということでね、うん、おばあちゃんの目線っていうかね。今年は、うん、シンクロしてたよね。あ、そうですね。ミツとリンが割とシンクロしてて、うんうん、姿形、はい、仕草、それとリンバーもシンクロしてたんで、見てる時、見てる側としては違和感がなかったっていうかな。素晴らしい。まあ、うん、嬉しいです。それ聞いてよかった。とても良かったですよ。まあね、リンバーの格好で、それ格好っていうかもうそのまんまで劇が終わってからね、外にみんなにお別れとか言うに来てくれて、まだそこのところで私取材でカメラ回してたんですね。で私もうカメラ持つなんぜかすごい汗かくんですよ、すごく。でそしたらば、ね、劇やって疲れてんのになんか後ろから風が来るなと思ったら、こうやってうちわでね煽っててくれてね、あれなんか今日優しいなと思って、なんかあれが本当、あ、ばあちゃん、ばあちゃんの役だろうな、そこの役、うん、だから多分あの時がノーメイクで今がメイクして髪の毛黒く染めてるんだと私は思ってます。あ、逆にね、うん、そこまではね、どうしとかないからね。じゃあ次のコーナー行きましょう。はい、レディオアクアアッコの知恵袋。はい、ありがとうございます。はい、すみません、5分しかありません。え、大丈夫です。5分もあるの。対策の割には。持ってたけど、はい。も、何もそれ持ってるんじゃ。いや、これ持ってる。はい、いや、これは邪魔だから。いいですよ。はい。そうですね、春から夏にかけて私はちょっとあるものを集めてまして。またカエルですか？そう、カエルがじゃじゃん。うわ。ちょっとこれはね、押し花。花？花とか葉っぱとか花とか、まあいろいろなんですけれども、ちょっとまあこれは本の一部なんですけれどもね、もっといろいろね。これは何ですか？あ、いいのいいの。うん、まあ、うん、じゃあお持ちしましょう。はい、はい、どうぞ。じゃこういうものですね。はい、はい、はい。その花をね、可愛い花を見つけては、まあ、こういったいらない雑誌とかね。いらない雑誌って NTT 怒りますよ、それ。もう、まあ、これは例としてね。例としてね。例として、まあ、こういう分厚い本に、
チンペーパーかね、ティッシュをこう置きまして、そこにあの花とかね、ちょっとこれはちょっと汚いんですけど花をね、気に入った花をこう置くんですね。こう茎の切り口、切り口があるのはこう下にして、でいくつもあのこうやって挟んだらギュッとして、またティッシュして挟んでっていう感じで、もう一冊の中にたくさんあのね花をしたんですけれども、はい、それですごいたくさんねこれが集まったので、あの前ご紹介した手作りはがき牛乳パックで、あそこに好き込んで、あったあった、はい、そう、そこに好き込んでハガキを作ったりとかねしてたんですけれども、それビューティフルサンデーでちょっと販売したこともあるんですが、はい、まあ、それがねたくさん集まりましたので、ちょっと、はい、やっと本番です。ここまでは前置きです、はい、おお、なるほど、はい、ちょっとこんなものを作ってみました。見えないよね、今見えます。おお、え、ちゃんとアッコって名前貼ってんじゃん。すげえ。だって、うん、これを持ってる自分なんか見って言われちゃう。あ、ありがとうございます。ね、大丈夫です。まあ、たくさん集めてこんなものもね。四つ葉のクローバーが多いですね。ましたけど、はい。ね、四つ葉もそんなに幸せになりたいんですか。ね、うん、はい、どんな風にね使おうかなと思ったんですけれども、ね、はい。ちょっと蜂の絵を描いて、そのこれさ、額がさ、もっと高い額です。そうですね。これ症状、症状入れるさ、やつ、うちで症状外してきたんでしょ。そうですね。ね、バレましたね。まあちょっと、まあ、カメラには見栄え的にね、いいかなと思って。はい。こんな感じでね、まあ、作品を作ってみるのもね、自分の作品として、はい、いいのではないかと。普通になるね、これね。ですね、うん、その年はこんな花が咲いていたとかね、うん、そういう記念にもなりますのでね、作った時の生活もね、思い出すしね、いいよね、はい、うん、文字じゃない日記みたいな感じで、ね、そうですね、ありがとうございます、はい、こんな感じでね、まあ、いろいろ大変だな、そんなものを作ってみましたので、はい、なんかこの知恵袋を綺麗にまとめちゃうと全然面白くないですね。はい、落ちないの、落ち。え？落ち。落ちなんかもともとないですよ。もともとないって。はい。じゃあ、まあいろいろこれでね、また何か考えて作ってみたいと思います。必要のないやつをしまって。はい。じゃあ今日はまあね、まあ、また綺麗な知恵袋ということで、うんうんうん、また作ったらね、ご紹介したいと思います。Radio Aqua。 那須野の大地パート3。はい、ですね、まあ本当にね、木八でも那須野の大地を追っかけまして 3,4 ヶ月、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。いろいろ本当ね、もう協力していただいて、でやっぱりあの素晴らしい劇団なんですけれども、その劇団那須野さんがこう楽しく継続している理由とか秘訣っていうのはどんなことなんでしょうかね。まあ、今、はい、さっき話したようにやっぱり世代を超えて、世代を超えて仲良くして、うん、で、なんていうのかな、まあ、高校生は高校生なりのそういう話も聞けるし、うん、小学生は小学生なりのやっぱり話も聞けるし、うん、年代の壁を取っ払った、そういう構成がまた楽しく続けられる原因、まあ、なんていうのかな、理由の一つあるんじゃないかなと思いますよね。じゃあ、これはちょっと阿久津さん最後に見て、ちょっと阿久津さんどうですか、ね、やっぱこの話、阿久津さん締めでしょ。阿久津さんどうですか。楽しく継続する、まあ。全然考えてなかったりして。うん。うん、まあ、あの稽古中はね、本当にあの厳しく、そしてみんな集中してやらなくてはいけないんですけれども、うん、はい、まあ、みんなこう顔を合わせてね、まあ、子供は子供なりにこう自分より小さい子に接したり、うん、大きい人のね、ちょっとアドバイスを受けたりとか、うん、まあ、そういった
った時間を過ごすのもすごくね、楽しいでしょうしね、うん、あとは何と言ってもやっぱりその公演の時 の、 まあ約2時間ね、うん、集中してこうみんなで作り上げてその達成感っていうかね、うん、それがすごくみんなあると思うので、うん、もうあれがな自分たちがやってる人しかわからないかなと思いますしね。ちなみに木八終わった1時間終わった時の達成感とあります？笑ったことじゃない。すいませんでした、話してらっしゃいましたけど、すみません、じゃあ阿久さんはいかがでしょうか。何なんだろうねっていう、わからないところが魅力なのかもしれないし、まあ分かっちゃったら、うん、もういいかなって。おっ、おー、久しぶり、名前は言わないけど元気元気、うん、なんか今日多いですね、知り合い、ちょっと体育関係の知り合いですね、うん、おー、プールに行ってきたんだ。まあ、12年前からなぜやってるのかというと、簡単に言えば、アッコさんのような方がいて、ゴンノスケさんのような方がいるからというのが答えなのかなと、うん、最初は実際オーディションをしたんですね、配役の。いわばその演出が本を読みながら、こう、なんていうんですかね、その方に合った役、合ったセリフを振っていく。それで役柄の中のキャストも成長し、なおかつ今年の凛なんかを見てもらうといいんだけれども、参加した凛役のご本人も成長していく。だからナスノって、演劇の中だけじゃなくて、まあ、バーチャルじゃないけれど、その演劇を通してご本人も成長していって、で今年もそうだったんだけど、キツネのキリンが前の日に手伝いに東京から、今東京で外資系の仕事をしてるんだけど、その東京や那須野ヶ原を離れて、生活をしている人がその時期、まあその通水式の時期、公演の時期に帰ってきて、ただいまと言える場所があるというところ、そこら辺がこう那須野が続いている魅力なのかな。公演までは辛いです、とても辛いです1週間前は本当に辛いです、はい、みんなね、仕事を切り上げたり、家庭を投げ打ったり、投げ打つっていうかね、もう那須野を第一にしてということなんで、ね、ご親戚とか、そのご家族のご不幸の時も1日遅れて公演が終わってから行ったりとかって、それみんなそういう制約というかね、それも一人がかけてもできないお芝居、そのためにみんながその時期集中するというかね、人生をちょっとかけるというかね、そういう魅力が感動を多分読むんだし、アッコさんが言ったように終わった後、ドンチョウっていうんですけどね、幕がね、ドンチョウ幕が降りて、夜の公演の時にはみんなで手打ちをするんですよね。あの時のこう、なんとか達成感というか、高揚感というか、凛は泣き出すし、キツネも泣くしという、自然に出てくる、そういうところが魅力なのかなって、だから参加した人にしかわからない楽しみ、それをまあ共有できるというところが、長続きする秘訣。もう一つは、やっぱり市がね、そういう税金ということを使って、那須野川の歴史を伝えるという作業を、応援してくれるということも大きな要素なのかなとは思います。それは教育委員会と那須原市に感謝をしたいというところですかね。そんな劇団那須野さんの写真、うん、あれ写真が、はい、ああじゃん、今年の公演の写真です。はい、ちょっとね、今はい、すごいアナログな方式でアップになっていきます。そんなにです。どうでしょう。ね、もうこれ本当ね、写真近くで見るとすごい皆さんいい顔してて、こんなにいい顔してる。なんか大家族ですよね、本当にね。まあ、凛のお父さんが、まあ、送り迎えをしてくれたりして、当日見に来て、ちょっと嫉妬したという。そうなんですよ。ね、うん、嫉妬してました。
あとその愛子のねご家族も来てとても喜んでくれて、うんうん、もうりんちゃんのお父さん、もう阿久津さんのこと義理のお父さんって言ってますよ。義理のお父さんってなんか義理のお父さん飲みたいって言ってました。あ、ぜひ飲みたいですね。飲むといえば那須野の秘訣にも、例えば演技活動の他にね、トムさんが取材をしてくださった桑教室というのかな、そういう桑であるとか、あの疎水の源流からの疎水探検とか教室と、水桶や木工担ぎの実技体験とか、あとはそのメンバーの中のね一人のうちばりでバーベキュー大会をしたり、大人用には、初期払い、忘年会、結団式、ね、そういう機会がたくさんあったり、そういうところも魅力かもしれないね。本当にかけがえのないスタッフ、仲間ですよね。これがやっぱり那須野の財産だし、私たちの財産でもあります。聞いては地域の財産。そうですね、この子たちが我々の老後を担っている。安泰ですね。はい、はい、そんな素敵なね、なあの那須野の大地なんですけども、今後どうなっていくような。来年の公演は、はい、9月のやっぱり第3日曜日になるんですかね。はい、うん、決まってますか、うんね、うん、ちょっとスケジュールがないので、もうその日に合わせて、うん、実はあの照明さんがもうそのスケジュールを押さえてるということで、照明さんも お仕事で来ながら夏の大地の台本、振り付けの先生もライフワークとして死ぬまでやる。劇団はやめられないと、とても嬉しい、ね、悲鳴というか、元教育所さんも今回出てくださったり、本当にオール那須野ヶ原、うん、那須塩原ではなくてオール那須野ヶ原で作り上げるお芝居ということですかね。今年見られなかった方には特典があって、来年初めて見られると。で、今年見た方には来年もまた見られるという特典がありますし、見るよりは舞台に立つということもまた一つの自分の扉を開けるチャレンジかもしれないので、ぜひ多くの方、特にお子様たち楽しいと思いますので、レディオアクアス木八までご連絡いただければ自動的に那須野につながるように、はい、ね、なっております、ね、はい、くれぐれも水曜日には連絡と、ね、いうかね、もう今日はね、こちら技術の和光さんも含めて、うん、私以外全員が本当の、ね、一員という形でも非常に肩身が狭いんですけれども、うん、ね、取材をしてくれてね、はい、本当にもう今年はね、すごくもう身内のようなものです、見ていただいたんでね、うん、ありがとうございます。ベンチで3人取材したやつ、はい、ね、オンエアがあったけど、とても子供たちに本当の兄弟のように、いい顔してて、あれ決してアッコさんだけの力じゃないんだと、カメラの方の力もね、アトムさんですから、ああいうのはやっぱり、なすのとしても嬉しいですよね、本当にね。また来年は来年でね、新しいメンバーも入ると思うんでね。来年も来るんですか？来年今ここ行くわけです。レディオアクアス、イベント情報局。はい、ポンポンポンといきますよ。まず投げ銭ライブ、アッコさんからどうぞ。はい、はい、投げ銭ライブは、10月の9日日曜日なんですが、はい、こちらは大田原、大田原倉屋敷というところで、いつも朝市の情報を流してますが、うん、朝市の向かい側の、はい、倉屋敷というところで、荒町ですね、こちら荒町倉屋敷、うん、はい、そちらの中庭の方です。中庭、こちらで投げ銭余計なこと言いました。投げ銭ライブということで、音楽ありお笑いありということでね、うん、はい、ぜひ楽しめる内容となっておりまして、出演者はですね、猫まんまさん、
猫のことをこう語れる人ですかね。はい、ということで猫まんまさん、そしてエビスコミックさん、こちらは蛇使い、本物じゃないと思いますけれどもねお笑いの方ですね、こちらのねエビスコミックさん、そして、いつものマット井上さん、はい、こちらはギター漫談という感じですね。はい、そして音楽の方なんですが、エヴァーボーイさん、もうベテランのね、はい、ベテラン同級生2人のね、はい、懐かしい歌を歌ってくれます。そして、若手の星正人さん、はい、聞いたことあるな、あります、今度は ね、うん、27歳ということでね、はい、これからすごい夢持ってね、有望な人なんですけれどもね、はい、はい、そしてともよさんというね、中学生のダンサーということで、こちらもね初めて目にするんではないかなと思いますので、はい、の以上の方々が出演されます。そしてこちらの投げ銭ライブなんですが、出演者も募集しているということで、まあ、今月はもうねいっぱいなんですが、はい、これから、来月もねまたありますので、投げ銭実行委員会の方にご連絡くださいということで、はい、お電話番号は0287-47-7120 です。0287-47-7120、投げ銭実行委員会までご連絡ください。ぜひお待ちしてます。ということでどうですか。はい、続きまして、はい、ああそういうどうですか、あ終わったんじゃないの、はい、終わりです、はい、はい、すみませんでした、続きましては寒月祭の情報を和光さんの方からお願いいたします。寒月会ですね、すみません、寒月会、はい、はい、10月12日の水曜日7時から9時40分の予定で、はい、うんうん、アートビオトープナスさん、はい、うん、ニキクラブさんのところでやるんですね。はい、でそこで参加費が2000円かかるらしいんですけども、うんうん、プログラムとしては被災地の応援のための、うん、なんかお皿に絵付けをしてるのかな、はい、うん、それと、ヨガとクリスタルボールの癒しの時間と、うんうんうん、それから満月の夜の森の散策、いいっすね、の3つのプログラムがあるらしいです、はい、であと屋台で食事ができるということなんで、うん、で絵を教えてくれるのが溝口武さんっていう画家の方がいらっしゃるそうですね。ちょっと、ね、連絡先は今ちょっとないんで、うん、これはネットで調べていただければ分かると思いますので、はい、うん、一応10月12日、寒月会第14夜、うん、ということになってるみたいですね。はい、はい、ありがとうございます。もう一つはですね、レディオアーカースでも応援している篠原信義さんの、ライブになります、うん、2011年10月10日体育の日、イノセントスマイルライブということで、日本語に直すと屈託のない笑顔の歌会という感じですかね、はい、会場は、ここからも車で3分ぐらいのペンカフェさん、15時スタートなんで多分会場は2時半ぐらいですかね、はい、前売り券が2500円、当日券は3000円となっております。チケットの購入方法はいくつかあるんですけれども、これはちょっとネットの方で確認してください。ワンドリンクで紙付き、甘味の方がですね、ペンカフェさん、アメリカンビアバーレッツさん、あとは船吉洋菓子店さん、あとはね、今お休みしてますけれども、クーニーのマルクカフェさんからも登場しますし、最後の切り札と言っていいかどうか分かりませんけれども、春菜庵高山さんちからも甘味が出るということで、あそこの甘味って何かなという感じなんですけれども、これは会場でのお楽しみということで、はい、10月10日、体育の日のイノセントスマイルライブの情報でした。和光さんのここだけの話、はい、どうぞ。
ぞお願いします。いや先週話そうと思ってたんですけども話が全然違うとこ行ってしまいましたはい、持ってたのは彼女ですで今日もちょっとずっとね皆さんのお話聞いてて、おおちょっとね違う話になっちゃったいや先週の水曜日9月28日に東京ドームで小田和正さんのライブがあったんですけども、うん、それに行ってきたんですけども、うん、東京ドームということで、うん、今までまあ何度もコンサート見たことあるんですけども、はい、もうコンサートを聴く場所じゃないって今まではもう感じてたんですけども、うん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 、いやすごい音が良かったんですよね。へでまあその話をしようかと思ったんですけど、うんうん、違うのいやえここまで言ってくるんですか。いや小田さんが、はい、64になった、はい、64歳、うん、9月20日、で普通のコンサートっていうとね遠くのあのちょうどバックスクリーンの前にステージがあって、うん、もうみんなもうスクリーン見るしか顔見えないみたいな、うん、普通だとそうなんですけども、はい、もうだいたいホームベースのところ、うん、一塁ベース、三塁ベースのところ、うん、セカンドベースのところにステージがあるわけですよ、うん、でそこを全部花道がこう渡ってて、そこを走りながら歌うんですよ、あの64歳が、うん、ほとんど3時間も走ってる感じで、うん、それであの外野スタンドの方も昔の長嶋みたいに、うん、歩いて歌いながら歩いて、でそのまま内野まで来て、で私は三塁側のスタンドにいたんですけども、本当に顔がね見えるんですよ。あげくなったら自転車まで乗って歌って、やっぱりね小田和正っていうとこう昔のイメージだとものすごくクールで、でね実際の裏話ももう楽屋でもね、どっか間違えるともうオフコースの2人で喧嘩してるようなそんな話ばっか聞いてたんですけども、今あんなにこうサービス精神というかね、まあ自分の気持ちを本当に出してるんだと思うんですけど、まあ人は変わるんだなって思いますね。本当に昔からは考えられない、人は変われるんだって今一番熱い男だと思いますね。変わったらね、変わってますよね。東京ドームですか。そこはそうですね、後楽園球場ではね、キャンディーズのさよならコンサート、お仕事が甘くできましたね。なんかこのコーナーあれだね、カメラちょっと振って、ぜひこの和光さんのこのアクションをね、見ていただかないとね。ついつい体動いちゃう、いい表情してますよね。Radio Aquas。 はい、残り1分となりましたけれども、ね、那須野の大使の皆さんに、来年の公演に向けてのちょっとねこう PR とかまだあと11ヶ月先ぐらいですけれどもちょっとカメラの向こうの皆さんにおひことおひこのおひとこと、おひとこと、はい、はい、じゃあ最後はこの付け根に締めてもらって、はい、来年の公演まで11ヶ月となりました。また劇団一同苦労して苦しんで、夏の熱い思いを伝えたいと思いますので、ぜひ会場でお会いしましょう。はい、締めるんだって、うん、あ、締めてくれるんですね、はいはい、来年もね、こうやっぱり全体 見られるようにね、参加したいと思ってますので、まだね、ご覧になってない方はぜひね、来年見ていただきたい、絶対見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、します。はい、今年ですね、改めて、一つお芝居用語を一つ覚えました。プリセットという言葉を覚えたんですけれども、今は本当に全て無事終わりまして、全てがプリセットされた状態、まあ、元に戻った状態で落ち着きつつあるのかなっていう気がします。でまた、来年なんですけれども、ね、本当に先ほど言ったように新しい
まあ、メンバーも来ると思いますので、またね違ったこう違ってるような、それで続いてるような、いや続いてなきゃダメなんですけど、そういう、まあ、夏の大地、お見せできればなと思いますので、皆さん来年、三島ホールでまたお会いしましょう。はい、木八の次回の夏の大地スペシャルは多分6ヶ月後ぐらいになりますのでお待ちくださいということで、また来週、はい、はい、来週木八お会いしましょう。レディオ。